にちは、みほとけです。ナム。今日はみほとけ地元の鎌倉の一大ニュースをお届けします。さあ、時は遡ること、5月5日子供の日です。皆さんは家に鎧兜を飾って子供の成長を祈ると思うんですけども、なんと鎌倉駅前にあるケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダース像がこんな姿になっていたんです。ドン。すごくないですか？めちゃくちゃクオリティの高い鎧兜です。これどうなってるの、何事なの、ということで、これを制作した方、そして鎌倉ケンタッキーフライドチキンの方にインタビューをしてきました。その全貌をお届けします。ケンタッキーフライドチキンは子供の日あたりにカーネル・サンダース像に鎧兜を着せるっていう風習はありまして、1984年から始まっているんですけども、長いですよね。それまで店舗の方手作りで作っていたんですって。ただ今回はこのクオリティですよ。店舗の方の手作りでここまで行く？こんな大胆にすごいものを勝手に着せちゃって大丈夫なの？と思ってしまいまして、ツイートをしてしまいました。するとめちゃくちゃ公式の作品であることが分かったんです。よく調べずに発言をしてしまい申し訳ございませんでした。そこで超公式の作品と知って、なんと鎌倉ものの二人という鎌倉で活躍する武者集団が作ったそうなんですよ。え、何、鎌倉に武士いんの、まだいんの、みたいな話なんですけど、います。鎌倉物の二体は何なのかと言いますと、鎌倉の地元に眠る先祖の魂を供養するため、また子供たちに鎌倉の歴史を伝えるため、そして地域を元気にするため、そういう目的を持って活動しているグループで、歴史ガイドツアーだったり、実際に鎧兜を着せてくれる体験をしていたり、作らせてくれたり、あと地元のお祭りでその鎧兜を着た皆さんがパレードをしてくださったりと、まあこの鎌倉という地にね、武家の都ですから、武家の都らしく武家がいるんだよってことを身をもってね、表現してくれてる皆さんなんですよ。この鎌倉物の二重の大将は鎌倉聡さんと言いまして、これすごいですよね。名字の一致、まさに鎌倉の武家になるべくして生まれた方って感じですけど、この鎌倉聡さんにお話を聞きました。まあこれは文面でのインタビューなんですけども、まあ、なぜそもそもこのカーネル・サンダース像を作ることになったのきっかけですね。子供の頃からケンタッキーの各店舗では季節ごとに衣装を着せているのを知っていました。特に5月5日の子供の日の時期になると、店舗では独自の鎧を作って着せているのも知っていました。鎌倉物の二体を結成して地域活性化の活動を始めたのが2010年、もう10年以上経つんですね。それ以降はいつかはカーネル・サンダース像の鎧を作らせてほしいと思っていました。なるほどね、プロの魂に火がついてたわけですね。武家のこと、鎌倉へようこそと歌っていながら、なかなか武家のことを表現できているところは少ないなと地元みんながらに感じており、鎌倉らしい本格的な鎧を着せてあげたいという思いがありました。もちろん各店舗で作っているオリジナルの鎧もそれぞれ特色があって素敵ですけどねーと。これ武家のこと鎌倉っていうのは鎌倉市のスローガンで上がっているんですよ。でもやっぱり観光に来る方皆様は大仏とか海、美味しい食べ物っていうのを目的にいらっしゃってて、武士ってどこで感じるんだろうっていうのは確かにあります。じゃあどうやって作るようになったのか、このタッグがいつ生まれたかですよね。それはケンタッキーフライドチキン本社に連絡をして作りたい旨を伝えたそうです。うわお、直談判、そこで OK をいただきました。とても嬉しかったです。おめでとうございます。OK いただいて、じゃあどうやって作ったのか。なんと制作費用は通常であれば50万ぐらいかかっちゃうそうですよ。うわー、鎌倉物の二重の中でこのプロジェクトを立ち上げ賛同していただける方に資金面での協力をいただきました。12万ほど集まり、経費の5分の1ほどを賄うことができました。すごい、やっとこさ作れるようになったっていうことですかね。ではいざ作らんというところです。制作は、ケンタッキーからカーネル・サンダース像が届けられた8月以降に始まりました。9月から12月末までのおよそ4ヶ月間で作りました。日数にすると120日間といったところです。わお、自己120日間作り続けるってどんな修行やねん。カーネル・サンダース像は腕が脇腹にくっついていたり、人の形とはまた違っているので、サイズに合わせて設計図を作り、カーネル・サンダース像に合わせながら完全にフルオーダーで作りました。
これね、カーネル・サンダース像さんもうすでにスーツ着てるわけですから、結構お腹周りとか恰幅いいです。身長も2メートル近くありますよね。鎧は通常は小金という革の小さな札の集合体です。カーネル・サンダース像にも小金を使いました。およそ2000枚以上の小金で出来上がっています。わお、2000、素材は革の代わりに樹脂を代用しています。カーネル・サンダース像を傷つけないような素材、通行人に触っていただいても危なくない素材にするなど、当時と異なる素材を用いたことが一つの工夫です。考えられてますね。このなんか独特の柄がさ、こう入ってるこの革、あれすごいな、おしゃれだなと思って聞いてみたところ、これはエガワという革です。文様は奈良時代頃にはあったとされています。源平合戦があった平安時代の鎧で、現存しているのはわずかに数量しかありません。その現存している鎧の絵側に使われている柄を再現したものになります。これはレザーにプリントしてありますと。平安時代こんなおしゃれだったんだな、すごいな。さらにこだわりは、できるだけ1000年前に実際に着られていた鎧を最大限に再現することで、武家のこと鎌倉を感じていただきたいと思っていた点です。はあ、すごい。実際1000年前だから、もう頼朝があの戦にドンパッチ勝って鎌倉の幕府開いたっていう、あの時の鎧を再現する、まあ、それ今作れるってすごくない？鎌倉大将はケンタッキーの方に OK をもらったことや、地元で活動してきた10年の実績を認めていただいたこと、また数十名もの人がこのプロジェクトに賛同してくれたことがもうとても嬉しかったそうです。またこれがケンタッキーフライドチキンの50周年のたまたまタイミングが同じだったんですよ。持ってるわー。ということで50周年記念書籍にもこのカーネル・サンダース像の大鎧が載ったそうですよ。おめでとうございます。周りの反応は、予算が足りずに工夫した部分もありますが、手作りで作れる最大限のものが完成したと思います。ケンタッキーや賛同してくれた皆さんの思いが詰まって、とても素晴らしい反応でした。ただコロナの影響もあり、当初はメディアを呼んで大々的にという案でしたが、コロナの影響でメディアは呼ばずに設置となりました。今後収束していくようでしたら、大々的にメディアに取り上げられるように頑張っていきたいと思っています。一方でまだまだ鎌倉物の二人の存在が知られていないのだなと実感する出来事もありました。平成26年に鎌倉市認定事業となり、すごい。子供の頃からずっと育ってきたこの地元で延べ15年武士としての活動を行ってきながらも力不足を痛感しています。まだまだこれから精進していかなければならないと感じさせていただきました。謙虚ですね。日本の武士の心意気です。このチャンネルをご覧の皆さんもう知ってますね。鎌倉には武士がいます。こんな熱い思いが実現して、素晴らしいものが出来上がってね、あれ皆さん見るときは平安時代の鎧兜なんだなと、源平合戦の頃の鎧兜なんだなと思ってください。普通博物館にありますからね、そういうの。街中に立ってるわけですよ、カーネル・サンダース像さんが来て、写真も撮れるし触れる、すごいすごいよ。まあ、やたらに触っちゃダメですよ、大事にしてください。そんなところで鎌倉物の二人の熱い思いがこもったあの鎧兜、ケンタッキーフライドチキンさん側のお話はいかがなものなのでしょうか。私取材に行ってきましたので、そちらご覧ください。当日風が強くてすごい雑音入っちゃってるんですけども、それはご了承ください。ではどうぞよろしくお願いします。店長さんでございます。よろしくお願いします。鎌倉武者カーネルさん、そうですね、毎年ですね、店舗ごとに子供の日を向けて、カーネル・サンダースと武者カーネルといって手作りでそれぞれが隠しながら鎧などを作って、飾って子供の日を迎えるということをしているんですけども、店舗も中で使ってるんですか？はい、従業員と社員と含めて、いろんな色とかも考えながら本当に手作りで工夫しながら作っているんですけども、はい、去年の10月頃にご連絡をいただいて、翌月の8月に打ち合わせを進めさせていただいて、子供の会社の方にこのカーネル・サンダースをお預けして、これですか？もうまるまるカーネル・サンダースをお預けして、もう採寸から入っていただいて、まあ、イメージですとかを打ち合わせさせていただいて、今回こういった本当に大鎧を作っていただいて、非常に多くのや鳥がかりの皆様に写真撮影ですとかで喜んでいただいている。向こうの方は普通とかねてから、はい、こっちで物の体が作りたいなって思ってたらしく、はい、かなり勇気を出して電話をしたって話したんですけど、私もそう
ですか。電話受けた時はどうだったんですか、気持ちというか。いや本当にもう驚きと言いますか、はい、びっくりしまして、でやっぱりそういう店舗で作ったものを見ていただけたんだなっていう喜びももちろんありましたし、まあ、ぜひぜひ本当にこの鎌倉の街を喜んでいただければと思います。店長さんめちゃくちゃ人柄いいですよね。優しくてチキンに乗せて幸せを届けたいだそうですよ、ね、もう営業部の方もすごい優しくて、もうぜひぜひ紹介してくださいって感じでしたし、地元のね常連さんとかにも愛されてるみたいだし、30年勤めてる手作業が上手なお姉さま、私本当にちっちゃい頃から見てきたのでちょっと感動しちゃいました。まだいてくれたんだなっていう、ちょっと鎌倉の一つの私の自慢ですね。鎌倉物の二重さんは歴史のガイドツアーや鎧兜を着させてくれる体験などをやっています。かつての農民たちがなぜ時として武装して戦ったのか、あるいは名乗りを上げて一騎打ちをしたのか、
彼らの死生観を知るきっかけに鎌倉武士体験を利用していただけると幸いです。嬉しいことに年間およそ2000人ほどが体験に訪れてくれています。時が落ち着きましたら皆さん鎌倉で武士になってみるのも良いのではないでしょうか。モノフタイさん、そしてケンタッキーフライドチキンさん、素晴らしいものをありがとうございます。いやー皆さん本当に慈悲深いですね。あったかい街です鎌倉は。はい、ということで皆様ぜひぜひいろいろと落ち着いたら鎌倉にも足を運んでください。ケンタッキーにも行ってみてください。以上、これにてみほとけでした。ナムー。